初期初期の、はい、まあ、ネームバリューに、まあ、自分がこう追いついてるんだろうかみたいな、うん、まあ、キングっていうその巨像が一人歩きして、そこから結構こう自暴自棄になったというか、うん、なんか結構こう新規の人をやるのもこう怖くなっちゃって、うん、やっぱりこういろいろこうなんて言うんだろう、そう簡単にはいかないよなっていうところで、なるほど、まあ、結局自分が何でやっぱじゃあ人生勝負したいかって思ったら、やっぱり美容師で勝負したいなっていうのを改めて離れて気づいたというか、そうありますね。いやもう20代はほぼほぼそこで過ごしたんじゃないですかね。楽しくですね。楽しく。思い出の地ですね。23から30ぐらいまでは、まあ、人生のかなりの時間をそこで費やしてる気がしますね。はい、まあ、モデハンしかり、街角スナップしかり、まあ、友達と喋ったり、まあ、いろんなこう思い出があの場所にはありますね。はい、行きましょう。はい、あ、ね、あ、まあ、僕に限らずあの当時ってやっぱりこう雑誌全盛期だったんで、まあ、毎日何かしらの雑誌があるみたいな感じだったんで、ノルマありましたね。出たら絶対3人ぐらいは捕まえて帰ってこうみたいな、でしかも使えるモデルさんをみたいな、まあ、モデハンがてらこうね、唐揚げくんとか買ってちょっとこう路地の方でつまんだったりとかして、でそれを他のあのスタッフにバレたりとかしてあサボってましたよみたいな。正直ね、俺ね、はい、結構下手くそでしたね。モデハンですか。でも逆に言うと、はい、俺なんかは結構、まあ、割とこうその当時から雑誌にちょっとちょこちょこ出させてもらったりとかして、まあ、結構その原宿ネットワークが結構広かったから、最悪友達のショップ店員とかの紹介でこう違うスタッフの子取らせてもらったりとかそうしてましたね。とにかくね、声かけろみたいな感じだったんで、本当に、なんだろう、もう芸能人のスカウトマンバリに張り付いてましたね。へー。ローソン前からこのラフォーレ前あたりがゴールデンゾーンなんで、はい、やっぱギャップがもうなくなっちゃってからはね、ギャップ前っていう名称じゃなくなっちゃったけど、ギャップがあった頃は本当ギャップ前っていう聖地でしたからね。今何が入ってるの？あ、トミーフィルフィガーか。ここがギャップだったんですよ。あ、ここがギャップだったんですか。ここをこう通った人にこうみんなそういう人たちが声かけて、はい、スナップされたいがために、はい、ここをこうわざわざこううろうろしてる子とかいっぱいいたりとかね、そうそうして、なんかね、雑誌社ゾーンとモデハンゾーンみたいな、はい、漁師ゾーンっていうのが結構あって、はい、そう、だいたいここがもうゴールデンポイントで、で、ローソン前と可愛い子なんかが通ると、はい、もうここを通り抜けるまでに1時間ぐらいかかるんですよ。そんな声かけ、そう、もう声かけ終わったら次のサロンに声かけられてで、その後スナップタイに声かけられてみたいな。もう全ての始まりはここですね。当時、スマートっていう雑誌、まあ、今もあると思うんですけど、あって、でそこがこう街角スナップでこう素人のおしゃれさんを撮るっていうのが多分先駆けだったと思うんですけど、はい、でそこにこう撮られたことがきっかけになって、その街角スナップっていうものがあるってことを存在を知って、はい、でそこからまあどっちかって言ったら最初スマートにこう常連で乗るようになって、はい、でその後こうチョキチョキとかにもちょこちょこ乗れるようになって、チョキチョキの中で市場コンテストみたいなのがあるんですよ、はい、この今乗ってる何十人の中から、はい、あのランキングつきますみたいな雑誌の読者投票で、はい、それであの1位2位とかが、スタンダードにこうキングになるっていうシステムだったんですけど、なるほど。で僕の場合はね、確かそれ受けてないで
その編集長から直々にこうオファーいただいて、あ、もう独断で、そう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 、君入んなみたいな。だから結構ね、鳴り物入りでこう入った感じなんですよ僕は。はい。やっぱりそのちょきちょきのキングになってから人生は変わりました。変わりましたね。もう本当に。もう本当に雑誌に毎月こう載って、でその雑誌がもう本当飛ぶように売れてたんで、うん、もう自分でもこう怖いぐらいこう自分の名前とか、うん、まあ、そういうキングっていうその巨像が一人歩きして、はい、髪切ってくださいみたいな。でその当時まだ自分アシスタントだったんで、はい、髪切れないんで、はい、シャンプーだけでもいいんでって、シャンプーだけで着たいとか、あとはもう本当にあの殻だけで来たりとか、はい、僕未だにあのサロンワークでも男性半分なんですよ、はい、実はあの女性より全然男性も全然多くて、でそれはもう完全にチョキチョキの名残ですね、だから20代の中盤から後半ぐらいはどっちかすれば男性の方が多かったんで、ライバル、まあ、ライバルっていうのはおこがましいですけど、はい、まあ、やっぱり島のね、奈良君、はい、っていう圧倒的な存在だったんで、まあ、ライバルというよりかは、まあ、憧れに近い感じですよね。あ、そうなんですね。まあ、あの時からも圧倒的なやっぱりこうカリスマ性というか、はい、人気があったんで、まあ、僕もどっちかというと彼にこうちょっと憧れて読者モデル始めたみたいなところもあるんで、常にだから彼はなんて言うんだろうな、ライバルというよりかは、まあ、その後ろを追いかけてたみたいな感じですかね。こういう取材を受ける人ってこう挫折と栄光みたいな、はい、あったりすると思うんですけど、はい、まあ、大きく言えばもちろん挫折はあるんですけど、まあ、結構細かい部分でなんて言うんだろう、すごく自分はでき損ないでみたいな、まあ、そんなになくて、はい、あんまり逆に言うとこうそつなく結構ひょいひょいこうカリキュラムもクリアして、はい、うん、割とこう早くデビューできて、で、まあ、徐々にちゃんとこう着実に右肩上がっていったなっていう感じは結構あって、うん、まあ、逆に言うとそれがこうちょっと器用貧乏に感じる部分とか、ちょきちょきの、はい、まあ、ネームバリューに、まあ、自分がこう追いついてるんだろうかみたいな、うん、まあ、そういうこともすごくありましたけどね。でもなんか一応僕美容師辞めて東京来てるんで、はい、うん、僕18から美容師やってるんですけど、はい、あの18から22まで神奈川で美容師やってて、はい、で辞めて1年、空いて1年空いて、でその後東京に出てきてるんで、だから1回こう辞めた分その東京に来て、まあ、なんか辛いこととかあってもなんか割とこう、いやでもまあ美容師やるけどねっていう感じの割とこうちょっと野心に燃えて続けてた部分もあるんで、はい、うん、その1年は何をされてますか？はまあフラフラフリーターやりつつ、はい、まあ一番長く続いたのがあの調理師、あ、調理師、はい、まあ、創作料理屋みたいなところでバイトして地元の、はい、でそれまあ1年半近くぐらいやってましたね。もうキッチンでですか？そう、キッチンで、まあ、ただ調理師免許持ってないんでね、はい、あくまでこうヘルプみたいな感じなんですけど、なるほど。だからもともとその美容師やる前に、はい、まあ、アパレルか美容師か、まあ、料理かみたいな感じの3択で、はい、まあ、美容師になったん で、 でそこから1回挫折して、まあ、料理の方行こうってなったんですけど、まあ、結局いろいろ曲折あってやっぱり美容師戻ろうっていうところで東京出てきたっていう。やっぱちょっと寂しくなってますかね。うん、まあ、結局自分が何でやっぱじゃあ人生勝負したいかって思ったら、まあ、やっぱり美容師勝負したいなっていうのを改めて離れて気づいたというか、うん、のありますね。やっぱりこういろいろこうなんて言うんだろう、そう簡単にはいかないよなっていうところで、なるほど。まあ、僕が23から上京してきて、はい、でその読者モデルになり始めたのが23歳ぐらいからなんですけど、でちょうどこうデビューしたのが25、6ぐらいで、まあ、26ぐらいでこう、まあ、お客さんも程よくついてきて、でその当時やっぱりもうアシスタントの時にこうすごいやっぱ人気者だったから、
やっぱり早くデビューしてくれとか、早くこう来てもらいたいっていう声が多かったんで、まあ、実際お客さんもかなり最初からこうすごく来てくれたんですよね。でそれ毎日忙しくやらせてもらってたんですけど、まあ、ふとしたきっかけでこうその当時2チャンネルが流行ってたんで、まあ、ああいう、 こう掲示板で僕のスレッドだったりとか、まあ読者モデルのスレッドだったりとか、はい、美容師のスレッドっていうのがいっぱい立ってて、はい、でまあ、僕も見なければいいんですけど、はい、まあ、やっぱりこういうもの見たさでこう見てしまうと、まあ、そこにこう僕の誹謗中傷がすごい書いてあって、はい、まあ、変な話ですけど、こう、まあ、一回言ったけど本当にこう美容師として全然技術ねえとか下手くそだとかセンスねえとかって結構なんか書かれてて、でそれでまあそれでもまあ頑張ってたんですけど、結構そういうのが日々続いて、でそこから結構こう自暴自棄になったというか、うん、なんか結構こう新規の人をやるのがこう怖くなっちゃって、うん、またこの人になんか書かれるんじゃないかとか、それで結構こう疲弊してしまって、とある時期に、まあ、僕は今結構クリエイティブとか好きな業者の一人なんですけど、そのきっかけになることがあって、でどちらかというとこう、まあ、今までその技術で満足させられてなくて、どちらかというとこうネームバリューで最初のきっかけを作って集客してたことにすごく自分が憤りを感じてた時期なんですけど、その時に、まあ、たまたま美容業界誌で26、7ぐらいかなに初めて、まあ、内田さんにこうヘアスタイルを作ってくださいという企画が来て、もともとサロン自体もそういうヘアスタイルを結構しっかりクリエイティブしていこうみたいな社風のサロンだったんで、はい、奮起して、はい、まあ、ちょっと頑張ろうって思って、まあ、自分なりにこうすごい頑張ったものを作って、でそれで初めてこうその雑誌が出た時に、まあ、美容師さんだったら分かると思うんですけど、はい、こうまあ、一番こう良かったなっていう作品が、はい、大体その企画のこう関東に扉で乗るみたいな感じあると思うんですけど、はい、まあ、まさにそれが自分の作品だったっていう。あ、デビュー戦で。そう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 。すごいですね。はい、そう、それでこうすごく自分も嬉しくて、はい、で周りの人にもあれすごい良かったねって言われて、はい、でなんかめちゃくちゃそれでこう自分の存在価値をこう見出せたというか。あ、なるほど、うん。なんかこういうことで頑張って、はい、すごく人から評価してもらえるっていうのはすごく美容師としての本質的なことだなと思って、はい、あ、なんか僕はこういうところですごい頑張って行こうって、まあ、その時心に決めましたね、はい、うん、当時はすごくいろんな方が同時並走していて、はい、まあ、美容師もそうだし読者モデルもそうだし、はい、あともう一個自分の基盤となるその DJ っていうのを結構、はい、その当時から活動し始めてて、あ、で、まあ、当時本当に同じこう同世代の人たちが、はい、まあ、まだ学生だったんですけど、その学生なりにこうなんかちょっと面白いイベントやってこうよみたいな感じでクラブを使って、まあ、ファッションと、まあ、ヘアをリンクしていきつつ、そこにこう音楽をリンクさせるようなイベントっていうのをこうやり始めてて。なんていうイベントだったんですか？ファイブスターっていうイベントが、はい、まあ、今でいう現遊びシステムの社長の中川くんが、まあ、立ち上げたイベントなんですけど、すごいですね。まだ彼が大学生の時に、はい、まあ、そういうイベントをやろうと、はい、でそういう原宿の読者モデルカルチャーと、はい、まあ、そういう、こうファッションアートミュージックみたいなことを、はい、なんかみんなで同世代でこう手掛けていこうっていうコンセプトのイベントだったんですけど、はい、まあ、僕もそういうのをこう刺激受けて、もともと DJ のキャリアは下北のちっちゃいクラブから始まったんですけど、まあ、中川くんと出会って、はい、まあ、いろんなこうイベントに誘ってもらえるようになって、でそこでこういろんな、まあ、美容師以外の対外的な、はい、そういうこうつながりだったりとかっていうのを本当にそこでこうすごく幅広く出会うことができたん で、今も本当に、はい、まあ、お客さんだったりとか、まあ、今も一緒に仕事する人たちっていうのは、はい、まあ、そこで出会った人たちがすごく多いですね、今ね。